贋作チャンネル。はい、ということで、贋作チャンネル荻野でーす。はい、シュンペルトです。ドラゴニックファイターでーす。違う百本さんとドラゴンアレックスという、もうね、ドラゴンアレックスの響きいいんだよ。ドラゴンないないんですね。もう大体かっこいいよ。かっこいい。なんかベイブレードの名前みたいな。俺的に小中学校の最高箱のあれだから。スコーピオンとドラゴンなんだよ。ありそう。あるよ。今のは撮ってんの。すごいよね。すげえ。だから俺ファン向けダメなの。ファンみたいに、ハングか。ハング。ああ。アルトロンもそうだけど、あとあ、なんだっけ、ドラゴンのメインって射撃消すの？消すはずだよね。あ、消すね。アルトロンはなんかメインチャージだけ消すんだ。え、メインも消える。あ、メインも消えるんだ。全部。あ、そうなんだ。大きさの問題では。ああ、そういうこと。しかし、ドラゴンアレックス未来あるな。本当に？一応ね、あの、アヘッポーさんと2人でやると、うまくいけば5年ぐらいいける。そう。マジか。マジで。いや、でもアヘッポーさんが、アヘッポーさんが強いっていうのも置いといて、それもあるけど、うん、いや、あの、どうだろう、うん。やりやすい的な意味で。やりやすくはないけど。やりやすくはないのかよ。だから、お互いどんどん前線に出て、ひたすらダメを取りつつ、覚醒でワンチャン持っていくっていうゲームだから、ゲームがぶっ壊しさえすれば、全然ある。1号2000のね、その利点である覚醒が多く回せるっていうのをね、そうしかも覚醒がお互いその覚醒中が強いっていう期待だから、それだから取れれば今の流行りだからね、この組み合わせというかのコスト帯というか、2000、1号がね、2000、1号が、まあ、あそこら辺は一般、ね、ブルー赤切りだからそういうのよく見るけど、だいぶでも、おお、すげえな、これ誘ってね、ボルトおじちゃん、あのおじちゃん何回まで駆られたことか。あーデスヘはそっか、後ろメインされるだけで俺は嫌なんだよね。あーまあ後ろメインされるだけでなんかよくわかんないけど、おっさん誰おっさんじゃん。お前よくリボードタイムやってたんだ。多分ね、あのどんどん場を荒らしてるから。あーこういうね、やっぱ色物ペアはね、その相手のメンタルを破壊してなんぼだ。そう、いかに詰め寄って殺すかっていうのは怒っちゃう。激横ですよ。でも、激横だよ。激横ですよ。怒ってる。言うてね、向こうの方覚醒強いからな、回数多いっつって。ちょっとなんか事故ったんだよ。なんかで、ね、事故ってたけど、まあ、ちょっとそれはアレックスしてこれって見えるけど、実際あると思うんだよね。だからお互いに求められるものが高すぎるっていうだけで、そう、ハードルは高いけど、ハードル高いけどやれさえすれば全然いけるペアだと。ラインをね、どうにかしちゃえばいい気がする。積んでるのもあるけど、まあね、まあ、これ結構積んでる方だと思ったけどね。3号機とかの方がやばいか。あのね、あ、3号機だと完全に積む。あ、そうなんだね。で、俺がダックハンが大丈夫だから。そう、あの今までずーっと言ってるけど、あの、ね、メインチャージのあの何だっけ、ランサー投げるはメイン一発で蹴るのもちろん。あ、そうだね。で、あとは積めちゃうと怖くない。あの無名とか無名とか避ければいい。え、こいつおかしいでしょ。それ避ければいいよ、大体。避ければいけるから。でも大体避ければいい。あとチョバムがあるし。まあね。それで延々近づいてって、あれ？見てないとこから。多少はね。多少は。こいつのね、なんだっけな、面白かったの。アゴメジンが飛ばせちゃった。で、ここで2号を1回詰めに行くんだけど、これ、14で隠す入ってるよ。根性マシマシ当たったらえらいことだよ。これ格落ちしてもさ、なんならまあね、すぐたま、すぐでもねえから。これはちょっと、まあ、あ、格落ちじゃないんだね。格落ちじゃない、あのタイミングが格落ちじゃないから。相方自己殺していくからの、はい詰めるけど、着地意外とアレックスが射撃負けるから、最低限の射撃負けるから、そう、最低限ね、ある程度は遅れるんで、いろいろ。はい、これはもう下がります。そうね。
ドラム落ちれば溜まるかなぐらい。溜まると思うよ。これ荻野的にやっぱさ気持ちが楽なのはさ、どっちが先落ちでも全然いいっていう。ああまあそれもそれ本当それだと思うんだよ、ね。最近ね2000と組むのが本当好きな理由それなんだよ。うん、先落ちできる。2000以外で先落ちは基本ないの？アレックスは、ものによるんだけど、うん、基本はないと俺は思ってる。いまいちキャラ的にできそうなキャラがあんまり通じてこないあたりそういうことかなって思う。そうだね、よっぽどあの開幕、まあ、特にシャフとかもそうなんだけど、うん、開幕その下がりますって言ってる3000とかは、うん、まあ、まあ、忍んでいくしかねえかなっていう気はしてるけど、アマンチいただいていくわけだ。そう、アマンチいただくけど、うん、すげえ、今レアな上がり方じゃない？今チョバム当たってる。ガがなぜすり抜けた今。なんかチョバムぶっ飛ばしたね。基本的にアレックスは後ろだと思ってる。あー、よくおお、若い行動したね君。とっかく、とっかく、ラッキー。せっかく持ち上げたのに俺が俺が持ち上げたのに。やれとけや。1ヶ月に1回しか褒めない俺。褒められてないから。スキッチ褒めてなんかすごい強強っぽくて。怖いな。でも実際そういうとこあるよ。そういうとこあるの、うん、あると思うよ。事故ってなんか普通にパンチ入った。普通にブログだった。普通にパンチ入った。多分あの、アヒコさんを見てたのを飛んだ感じかな。いやー、怖いですね。全然あるわ。対面も飛んだ。いや、はい、じゃあ次行きましょう。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、ガサチャンネルでーす。はい、ガサチャンネルでーす。せっせい。はい、2本目行きまーす。2本目じゃない、2試合目だ。2試合目。はい、変わらずアレックスドラゴンって渋い。アレックスドラゴンじゃなかった、ごめん、ドラゴンアレックス、ドラゴンアレックス。大事じゃん。どっちでもいいけど響きと語感が大事。そう、大事大事、そういうとここだわっていこう。ハルト、おーい、マジかよ。おかしいな、若いな。若いうん、でもハルトアリオさんね、しんどいよ。まあ、正直しんどいと思うよ。うマジか、すごいね。アリオさんがね、ハルト全然いけるっぽい感じだったからね。なんだね、もうやってくれるって感じ。びっくりしちゃう。格段だよね、時代は。問題はね、アレックスじゃこの2期で取りづらいんだね、やっぱね。どっちかっつうとどっち、まあ、どっちかっつうとハルトだよ。どっちか、うーん、どっちかっつうとハルトでしょ。アリオス、あ、おそっち。アリオスなんかパラパラパラってされるのすごい辛そうなイメージ。あの、いや、パラパラパラって辛いけど、あの、変形して逃げられないから。ああ変形しちゃえばこれ取れるから。あのサブがめんどくさいけど、はあ、サブ読んで二次捨てから格闘を決めば序盤中だったら取れるんで、むしろハルートだと根本的な機動力と武装であのゲロビ、はあはあ、移動ゲロビ含めて取られるからしんどい、はあ、しんどい、とてもつらい、とてもつらい。おお、今のかっこいいな、なんかちょっとすげえアシスト。結婚しちゃえば結婚しちゃうか、結婚しちゃうか。おお、またこれがさすがドラゴニックファイターやな、俺は。本当で。いやいやいや、すごいよ。あ、やっぱさ、これよくやるよ。そう、なんかこれ着地できるとかどうのこうのよっていう話じゃなかった。そうそうそう。なんか射撃バリアがスパーマージン、出し毒みたいな。俺はもうここちょっと逃げつつ、弾幕張って。そうね、ドラゴン落ちるまでは、さすがにね、今の、うん。なんか後ろでにやったな。あれ多分あそこで静止が取ったらえらいことになってる。後ろとかに手いってる。そう、腕がとんでもない方向。腕がとんでもない方向いってる。あれ覚醒入って、あれ触った、触ってこっちでもいいよ。あー、あれあれ避けれないですよ。あれ、あー、まあ事故ですね。多分アレックスもこれ覚醒たまんねえから、スーパー体力調整ですよこれは。もう気持ちいいからの抜け角からの逃がさねえぞと、よいしょよいしょ、ファイヤー、すげえわ。なんかコメントしづらいボスみたいな。逆にコメントがしづらい。ようやるよ本当に。全くもう。全くもう。全くもこれ俺よう買ったの。すごい。いや、アキャさんマジ強え。すごいドラゴンファイヤー。これなんだかんだアイアスのバケやってないんだよ。やらしてもらいな。本当に2520だから若干ねやりづらさ。俺さっきの100本さんのやつ。俺立ててました、さっき同じ。対比が面白いね。これ2番目に再生してよくないんじゃないのこれ。いやなんだろうね、もうダメなんだよ。最初にあれを見てしまったらちょっと当たるためにおいおいおいってなって。なんかね、なんかなんだろうね、まあ俺らわかるけどね、プレイヤースペックの差がありすぎる。で、アヒャッポーさんはね、あれがうまい。2000だからさ、覚醒多く回したいじゃん。そうだね、その盾をするタイミングがうまい。 あと盾できる距離感というか、うんうん、
あの追撃がまず入らないでしょっていう位置での、そうだ ね処理感のとかはうまいよね。無駄にオーバーしないしね。そう、あのね、俺が盾すると大体挟まれてるんで、ね、まず俺盾しないしなあかんわ。まあ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 一応決まるよね。必要経費です。若干下がっちゃうからね。はい。お、これはね。これドンピシャのタイミング。まあまあまあいいドンピシャ。うん。いいぞ。ドンピシャも。おお。綺麗だな。すごかったこれは。5枚視点から見るとすごいね。真上から振ってくる。素晴らしい足ってことを見て。旗コンシェルジュ。はいはいはい。ガヌイと振り込みでルール。すごいね。で、あとね。取れないんだね。これ。まあ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 、なんかドラゴンがすげえ暴れてる、大暴れ。でもやっぱああいう状況だと俺はアリオスにずっと行きたい。うん、ああ、まあ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 、もうちょい下がり時だね。もうちょい下がり時、もうちょい、まあ、ちょっとちょっとこれは、やっぱちょっと、ね、最初に見たものがあるだけで、こう何回も言うのあれなんですけど、いや俺でも覚醒たまったから。まあね、そう、あの、隠さみたら、あ、これは、あ、良ければどうとか、いいね、いいね、ナイスパン、ナイスパン、セブンを読んで短く、はい、ここからね、後ろからアレックス、ウェイウェイウェイでーす、はい、ポヤシュミ、あ、まあ、ワンチャン、まあ、観光地はしなかった、たまるか、観光地はしなかったけど、270だから多分たまる、ギリたまる、そんなことはね、もうドラゴンスパイダーの前じゃ無意味なんで、もう君は下がっていなさいと。下がっていなさいと。一応取ってた。一応取ってた。威嚇抜けされてる。威嚇抜けされてるけど。いやー本当アイシャさんありがとうございます。本当に。今度注意しなさいもん。今度またぜひやらせてもらえれば。動画上でこういうの言うのなんです。ということでありがとうございました。はい、疲れた。長かったね。ビール飲む？いや俺コーラの方が。知ってる。ですよね。あるよ。あ、チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。よし、アイマスでも見るか劇場版、イエーイやっぱガルパンでガルパン